サンシュルピス教会教会堂内部サンシュルピス教会はフランスのパリロックにあるカトリックの聖堂であるサンシュルピス広場東側に位置する最長部で113メートル幅58メートル高さ34メートルでノートルダム大聖堂よりわずかに小さくパリ第二の大きさを持つ 教会道である。聖シュルピスに建造されている。18世紀、精巧な人形の指自身三、シュルピスの具ノモンが、聖堂内部に作られている。1915年5月20日に、歴史的建造物の資格の対象となる。1646年に、ルイ13世の王妃であるアンヌドートリッシュの命により建築が開始される。 ルーブル美術館やベルサイユ宮殿を設計したルイルボーを中心として設計が行われるが、工事は何度も中断。1745年に完成するが、1762年には火災、1770年には落雷により、正面が破損するなど完成は、困難を極め、最終的には、エトワール外線門の設計に関わったシャルグランの手によって修復された。 ブルメールのクーデターが起こる3日前に、ナポレオンの栄誉を祝う祝宴が700人を集めここで挙行された。1999年から、不屈戦争で被害を受けた北東の修復工事が行われ、2011年に修復が完了した。2019年3月17日午後4時頃、入り口付近で火災が発生した。炎は、正面入り口のドア付近を焼いて、 近くの階段まで燃え広がった。警察当局は何者かによる放火と見ている。サンシュルピス協会には数々の芸術作品が貯蔵されている。1856年に描かれたドラクロワのフレスコが天使とヤコブの戦いや悪魔を撃つ大天使ミカエルなどがある。また教会前にある広場にはビスコンティの 四人の数奇鏡の噴水がある。ありがとうございます。